こんにちは、大口貴博です。この度 ABEX ビューティーメソッドと一緒に全く新しい革新的なアイテムシュットレッドを開発させていただきました。このシュットレッドはブレスレットみたいに手につけるだけで筋膜にアプローチをできる商品となっております。僕の施術は体の筋膜を捉えて体の構造を整えていく施術になっているのですが、このブレスレットはその施術を毎日受けているような感覚になっているアイテムになっております。このアイテムなのですが、なぜ手首につけるのかといいますと、手首の心筋主体と呼ばれるベルトの部分があります。でこのベルトの部分にこのチタンですね、このチタンの部分を適度な圧力を加えることによって、そのチタンが筋膜を捉えて、心筋主体の筋膜を捉えて、で普段運動してもらう、もしくは手指の運動を加えることで、日常生活で引っ張られていた筋膜が緩んで、皮膚のたるみや肩こりなどを起こしていた状態を改善させていくという優れたアイテムになっております。このベルトの部分なんですけども、一人一人カスタマイズできるように、ちゃんと切って、サイズをコントロールできるようになっておりますので、皆さん自分の手首に合わせて、作っていただければなと思っております。でこの商品なんですけども、専門の測定機関にも、ご依頼をしたところ、フェイスライン、あとは肩の可動域、あと眼精疲労にも効果が見られるというふうな結果も出ております。おかげさまでサロンの施術のご予約はもうたくさんいただいておりまして、なかなか皆様に施術をお届けできないので、何か皆様の役に立てないかと思って1年以上かけてこの商品を開発させていただきました。施術を受けていただいている方にもアクセサリーとして毎日つけていただけると、施術の効果を長く実感していただけると思っております。普段スマホやパソコン作業が多い方は特に、つけているだけで手指の運動で筋膜にアプローチをすることができるので、とても効果的です。ぜひ、多くの方に手に取っていただきたいのですが、数量限定ですので、お早めにお問い合わせをお待ちしております。シュットレッドを箱から取り出します。取扱説明書に従ってベルトのサイズを調整していきます。まずバックルのセーフティーキャッチを引き上げます。両サイドのつまみを押しながら開きます。ブレスレットを裏返し、ベルトの端を噛んでいる留め具をドライバーなどで両側それぞれ引き上げます。ベルトをバックルから外し、裏返したまま平らな場所に広げます。付属のステッカーを剥がし、手首内側中央に貼り付けます。手首小指側の出っ張った骨より上部をベルトの上に重ねます。ベルトの端がシール赤線に重なっている部分がカット位置の目安です。右側をカットする場合は右側の赤線に、左側をカットする際は左の赤線に合わせるようにしてください。ベルトの両端を片方ずつ留め具にグッと差し込み、ベルトのへこみ部分が
留め具の刃に噛み合うようにセットします。手首に密着しない場合はベルト片方ずつ差し込みの深さを変更したり少しずつカットして調整します。完成です。